めてよりトワイスへの憧れを公言してきたリズヤが、10月30日にシングル、ブレスプレイで韓国デビューを果たした。リード曲、HEARTRIS の MV には、所属事務所 JYP エンターテインメントの先輩グループであるストレイキッズのフェリックスが友情出演したことでも話題を集め、ファンは韓国の音楽番組出演を楽しみにしていた。その一方で、群雄割拠の K-POP ガールズグループシーンに飛び込む彼女たちへの心配の声が上がっていたことも、また事実だ。実力は申し分ないにもかかわらず、コンセプトと本人たちの相性やファンのニーズと少しでも合わない部分があると、他のグループに埋もれてしまう。そんな厳しい K-POP シーンの現状にリズヤはフィットできたのだろうか。本校では、はじめに JYP エンターテインメント所属グループの拠点国以外でのデビューについて振り返り、比較しながら、リズヤの韓国デビューについて考える。TWICE は、既存オリジナル曲5曲とその日本語バージョン5曲の全10曲を収録したベストアルバム、TWICE で2017年に日本デビュー。特に、TT は、TWICE や K-POP に詳しくない人でも親指と人差し指で、T を示すあの特徴的なダンスを知っているほど、お茶の間に浸透した。同年10月には、初の日本シングル、One More Time をリリース。ビルボワードジャパントップシングルズセールス、チャートでは、初週累計219,131枚を売り上げ、ランキング首位を獲得するという成績を残している。1、ストレイキッズストレイキッズも、風、レバンター、ダブルノット、マイペースの日本語バージョン3曲に既存曲を加えたベストアルバム、SKZ2020 で2020年に日本デビューを飾った。同年にはテレビアニメ、神へ祈祷、タワーオブゴッド、東京 MX タ主題歌を収録した日本ファーストシングル、トップ、ジャパニーズバー、と、日本ファーストミニアルバム、オール IN を CD でリリースし、スピード感を持って日本活動のスタートを切った。なお、表題曲、オール IN は J.Y. パークとストレイキッズのコライト楽曲となっている。ITZY もベストアルバムで2021年に日本デビュー。ITZY には、TWICE と同様に既存曲6曲とその日本語バージョン6曲の全12曲を収録している。ビルボワードジャパンダウンロードアルバムチャート、ダウンロードアルバムズでは、4位のストレイキッズ、SKZ2020 に続き5位にランクイン。総合では4位となっている。2位。翌、2022年には日本ファーストシングル、ボールタグをリリース。強さを前面に出したビジュアルや歌詞の楽曲となった。筆者自身、ITZY はビタミンポップだと勝手な、ありもしないジャンル分けをしていたのだが、デビュー曲、DALLADALLA や続く、ICWANNABE に象徴されるような、ポップな雰囲気にガールクラッシュ的なメッセージを溶け込ませた楽曲を期待するファンの声も少なくない。リズヤ、先の3グループの既存曲の日本語バージョンを中心としたアルバムで日本デビューしたのに対し、リズヤの韓国デビューには J.Y. パークが作詞に参加した韓国語詞のリード曲、HEARTRIS が用意された。すでに韓国でヒットしているグループの日本デビューとは異なる状況とはいえ、改めて韓国語の新曲を携えてデビューしたというところには、JYP エンターテインメントがリズヤをプッシュしていくのだという意思と、リズヤとして、K-POP シーンに乗り込んでいくという本気度が伺える。さらに、リリース直前の10月2日に公開された K&グナムの YouTube チャンネル、街の友達館並みには、マコ、リク、アヤカの3人が、10月10日に YouTube で公開された KBS クポップの YouTube 番組、リムジンサービスには MIIHI が出演するなど、メディア露出の機会も多く、JYP エンターテインメントという韓国を拠点に持つ事務所に所属している利点もしっかりと生きている。楽曲自体もこれまでのリズヤのスタイルを継承しつつ、K-POP のトレンドに寄せすぎていないものとなった。例えば、デビュー当初の ITZY は、強い曲かける強い女性像を提示するガールクラッシュ時代の隙間を縫うように、ポップでフレッシュな曲に、I wanna be me, WANNABE といった意思を明示する言葉を入れた楽曲スタイルが当時は珍しく、それによってヒットを生んだと考えられる。同じく第4世代の IVE も、デビュー曲、11から、ラブライブ、アフターライクとエレガントなイメージの楽曲を続けてリリースしたことで、
シーンにおいて一つの伝統でもあるこのジャンルのガールズグループが好きな系、ポッファンからの人気を得る形となったのだろう。ニジエも、こういった隙間を縫う楽曲でデビューしたことは幸先がいいのではないか。ニジエが韓国で音楽番組、ショーチャンピオン、MBC ミュージックに出演した際には、BTS の JUNGKOOK や IVE、セブンティーンを抑え1位を獲得した。だが、ショーチャンピオンは他の音楽番組に比べ、音源のストリーミング再生による点数配分が少なく、事前投票における点数割合が高い。さらに、ニジア以外のアーティストたちの放送点数、同曲への番組出演回数などを換算が0点だったことや、デビュー曲ということもあり、ファンによる事前投票、活動拠点である日本からの投票も可能で1位を獲得するなど、ニジアにとって有利な要素が多くあったのも、首位を取ることができた要因だろう。日本のグループが韓国でのデビュー曲で成績を残せたこと自体は自信を持っていいことだが、そういったラッキーな面があったこともまた事実だ。ガールズグループは、ニジアの先輩グループでもあるトワイスや ITZY もそうであったように、ファンの心をつかんだまま活動を続けるのに必要なコンセプトチェンジを経ることが非常に難しい。活動が4年目に突入したニジアも、そんな難しい系、ポップシーンでの滑り出しのいいデビューを追い風に、時代の流れを乗りこなしながら日韓のファンの心をつかみ続けることを期待したい。